回のテーマはシワ・たるみ悩みへのアプローチ方法について、前回の乾燥小じわに引き続きほうれい線や顔のたるみについてご紹介をしていきたいと思います。このようにですね、若く見えるお顔にもですね、ここに 1,2,3,4 この4本の線を入れるだけでいきなり、老けた印象になってしまうと思います。私たちの顔も同じで、目元やほうれい線に深いシワが刻まれると老けた印象を与えてしまいます。ほうれい線やたるみができる主な原因としましては、肌の乾燥、肌の奥の真皮皮下組織のダメージ、表情筋の衰え、頭皮のたるみ、加齢、紫外線、糖化などが挙げられます。この動画では前半4つの対策についてお伝えしていきます。まず1つ目は、肌表面をしっかりと保湿をする。肌の土台をしっかりと保つためにも保湿のケアを欠かすことはできません。目元はですね、特に皮膚が薄く、乾燥しやすい部分のため、化粧水、美容液、乳液などのスキンケア化粧品を肌に塗布する場合は、目元もですね、抜けがないようにしっかりとつけていきます。真皮に働きかけができるスキンケアや食品を取る。こちらですね、繊維芽細胞。真皮にある繊維芽細胞は肌内部の、コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸を生み出すので、例えとしてよく、お母さん細胞と言われています。その、繊維芽細胞に働きかける成分としては、ビタミン C やビタミン A、またコラーゲンペプチノなども、繊維芽細胞を活性化させます。繊維芽細胞増殖因子である FGF や FGF を含むこのようなプラセンタなどで弾力を司る真皮を活発にしてくれるスキンケア化粧品を使ったり、あとは食品として真皮の繊維芽細胞に働きかけるビタミン C など内外美容の継続をすると効果の実感が得やすくなります。またスキンケア化粧品を選ぶ際にはですね、ハリニーとかエイジングケアができるといったものを選ぶのもいいと思います。表情筋を鍛える。口周りの口輪筋や胸筋を鍛える。口元のたるみやシワができないように、口角が下がらないように、また改善させるためにも筋肉を鍛えることが有効です。筋肉は何歳でも鍛えられると言われています。表情を豊かにすることや表情筋を鍛えるトレーニングなども検索すると出てきます。しかしですね、間違った方法を取ると逆にシワになってしまう場合もありますので、自己流では行わず、本や YouTube、テレビ、そういった専門家の指導を参考にしながら行っていただきたいと思います。続きまして、頭皮ケア。この顔の皮膚とこの頭皮というのは全部1枚でつながっています。頭皮のマッサージを週に 1,2 回行うこともたるみを防ぐことにつながります。頭皮マッサージの美容機器を用いるのもいいですし、美容オイルやこのようにですね、スカルプケア用のローションを使ってケアすることは、顔のたるみ防止や艶やかな髪を育成することにもつながってきます。シワたるみ悩みへのアプローチについて、このまま後半にも続いていきたいと思います。